はい、こんにちは、僕です。ユニコーンオーバーロードを続きをやっていきましょう。ですね、いくつか前回、クエストが出ているので、サブクエストから先に片付けていきたいかなと思ってます。この辺の街の解放戦とかね、とりあえず片付けていきましょうか。まずは、ガウファの街、解放戦ですね。そんな苦戦するものではないと思ってるんですが、大丈夫かな。あれ、また出てきたよ、ローラン。我は漂流の騎士、ローラン。我が槍は天から降りし、正義の神、イカズチなり。世にはびこる悪の一切をことごとく焼き払わん。またあの騎士だ。あの声。聞き覚えがあるのかな？何なんだろう、サブクエスト適当にやっていけば、解放戦をやっていけば、仲間に加わったりするのかな。ちょっとローラン戦うところ見てみたいんだよな。必ず全うしてみせる。ちょっと行ってもらおうか。ローラン隊。甲冑で顔が伺い知れないんですよね。これはね、重装兵がたくさんいるな。キャバリエール、ワイルドラッシュ、強いな。倒しきるんだ、重装兵。強いぞ。やりおる。まだ動ける。いや、でも結構ダメージ持ってますけど、片付けきりましたね。強いな。ナイトなのかな。ナイトというか、グレートナイト、ナイトの上位色かな。じゃあ、かかってきなさい。片付きました。こちらの勝ちです。何者かは分からぬが援軍感謝する。ローランなんでしょうか。またナイト新しく仲間に加わるのかな。じゃあガンファの街解放しまして、これで買い物もねできるようになるので。あんたらが解放軍か、大したもんだね。ゼノイラを追っ払ってくれてありがとな。納品の具合は全部片付けられますね。よしよし。行動速度マイナス10の盾が出てきたな。早すぎる仲間の速度を落とすとか、そういうね、スピードのコントロールもできるようになってきましたよね。じゃあもう一つの、こちらの解放戦もやっていきますか。次は、ゴーザファウスの街、解放戦ですね。街を、また出てきた。我らを導く神に誓いで、無知もお前の輩を成敗いたす。我こそは巡礼の騎士ローラン、なんじらに天の一戦を与えへん。名乗り上げがまた変わってるな。結構かっこいいぞ。そうかな。毎回名乗りが違うんだ。ここまた見張り台が2つあって、空飛んでるやつがいますね。空飛んでるやつは、ここの拠点をどうせ狙ってくるんでしょう。とりあえずここ先に落としておこうか。グラビティ、どこに。あ、ここに。うわ、たどり着けないよ。うわ、だるいなそれ。二方向から飛んでくる。当たっちゃった。接敵しちゃったよ。でも効かないから大丈夫だな。全然問題ないや。じゃあさっさとこっちもやりに行きますか。これさっさと片付けようと思えばすぐ終わるな。ここも落として、フラウの方が早いかな。どうかな。早いね。見張り台のウィッチも倒して、これで様子を見てみましょう。オフェンスカース下げて、当たらない。血落とす。クイックカース、当たらないんだよな。フォールスラスト、当たらない。何一つ当たらないわ。いいね。毒のダメージも入ってる。
ファイヤーカースで。チェイスとフレームアロー。まあ、いい感じですね。リーザは多分盾を持ってるから前衛もできるんじゃないかな。新しいスキル、クイックリロード。自身が攻撃した際に発動、敵単体に追撃する。まあ、自分の攻撃にも追撃できるのか。いや、ちょっともう少し組み直したいな。お待ちください、ローランドの。いや、ルノー殿とお呼びした方がよろしいか。なるほど、確かに馬が黒い。何を言っている。ゼノイラの支配の術にかかっていたあなたに罪はありません。兜を脱ぎ解放軍に参加されてはどうです。そのような男は知らぬ。知っていたとしても私が知るその男は10年前に死んだ。ああ、ルノーだったのか。謎の騎士の正体。これ待って、アーカイブってまだ一度もね、見たことないんだけど、ちょっと見てみたいかな。うん、ゴーンザハウスの街解放戦クリア。あいつらから解放される日が本当に来るなんてな。ともかく助かったぜ。ありがとうよ。うん、これ待って、この墓地、あ、これ調べ済みか。まあ、とりあえず納品して、お金とね、勲章をもらっておきたいんだ。ファイアスラッシュ、敵単体に炎上を付与する。これ欲しいな。誰が使うかっていうのどうしようかな。いや、別に炎上させたい相手がいるわけでもないんだけど。リアはスティングレー装備してるんだよな。メリザンドにファイアスラッシュ持たせるのもありですよね。あとはミリアム、ミディアムもちょっと戦えるようにしておきたいんだよな。あとはそれこそアレインか。アレインは未だに祝福の直剣を持ってるんで、アレインに装備させるのもありですね。最近あまりアレインを戦闘に駆り出すことがないんだけど。あ、バージニアに装備させるのがいいですね。炎上効果であれば。ありがとうな。うん、そうしよう。灼熱の盾は、ちょっと今すぐ必要ないけど、必要になってからじゃ遅いから先に購入しておこうかな。で、そんで、なんだっけ、アーカイブってどこから見れる？ここか。あ、なんかいろいろあるんですね、アーカイブ。バルトの登場人物も多いし、街も多いし、とてもじゃないけど単語を覚えきれないんだよな。あれ、さっきのはちなみにどこにあった、どこに入ったんだ、謎の人物って。ああ、ここにありました。突如現れては解放軍に加勢する謎の騎士ローラン。その姿を幾度も見るうちに、クライブはその正体がルノーだと気がつき、声をかける。だがローランはそのような男など知らぬと言い残し走り去った。まあ、そのイベントの説明が、概略が書いてあるだけか。イベントもね、再度確認することができるんですね。で、ちょっと待って、そこそこ時間かかってしまってるんだよな。次はここ。秩序の守護者、ここに行きましょうか。ウンパラストの町。命の保証はせるぞ。すぐそこが私の家なんです。あんな柵の中で死ぬなら、せめて家族に一目会ってから。天幕に戻るんだ、お前たち。町へ入るというのならば。あれ、ヒルダって誰の名前でしたっけ。あ、これがお姉様じゃない。侵入した者はこれで全てです。一人も逃してはおりません。これを正しい判断だったと言える日が来る、きっと。そうだと言ってくれ。ヒルダ様が可愛がっていた新兵ですね。こいつもあの舞台に。報告では戻ってくる途中で部隊のほとんどが発病していたと。仕方のないことだと思います。死体には触れるな。専門の役人が片付ける。あの恐ろしい病を再び町に入れてなるものか。ああ、疫病。町の半数近くを死に至らしめたあの死病を。病が流行ってるみたいな話でしたね、そういえば。
最悪、オンパラストの最悪。これも何か元凶があるのかな。秩序の守護者。ゼノイラを悪く言う者が毒の空気を吐いているだとか、獣人たちの呪いだなどと触れ歩く者も出ておりまして。民衆を惑わすような輩は捕らえて頭を冷やさせろ。6年前にも怪しげな迷信で民衆を扇動する者がいた。私が警備するからには秩序を乱すことは許さん。外からこの地に来る者の調べは順調か？商人からは不満の声が上がっております。文句があるなら収容施設に送ると脅しておけ。病の報告が相次ぐ南方から来る者は念入りに調べ上げろ。ヒルド様、ヒルド様、申し上げます。反乱軍が動き出しました。この混乱の最中、さらに面倒を引き連れてきよって。出陣の準備を急げ。秩序を保つのだ。忙しそうですね。ヒルダってあの子のお姉さんかな。なんだっけ、プリーム、プリームだっけ。今回の作戦目標はライベル採掘場の制圧です。そのためには周囲にあるオンパラストの町、ノイモート砦、計3箇所を制圧する必要があります。なるほど。狭い道に敵が固まってるな。あそこの突破には苦労しそうだぜ。あ、でもそんなに広そうじゃないですね。入り組んだ地形は我々の味方にもなるはずです。敵を誘い込み、一網打尽にしましょう。反乱軍の陣から兵が出ているな。戦で混乱が生じるかもしれんが、廃墟から絶対に発病者を出すなよ。逃すなよ。アレイン様、少しよろしいでしょうか。実は敵将のヒルダは私の姉なんです。もともとは傭兵だったのですが、数年前にゼノイラ軍に仕官して、私に姉と話をする機会を与えていただけないでしょうか。会話できるのかな。それによって仲間になる。やっていきましょうか。ゲームスタート。待って、ここにも敵がいるんだけど、見落とすところだったよ。こっちからぐるっと行くこともできるのか。ただここにバリケードが敷かれてる。絶対ここはね、伏兵がいると思うんだ。ただ下の敵も、ほっとくことはできないですね。プリムをどうやって連れていくかだよな。誰の隊に入れる。とりあえず後々おいおい考えればいいか。そしたらね、下の方は、お力になります。一旦この子たちでも片付けられますよね。こっちからぐるっと行って廃墟まで行ければいいかな。行けるかな。とりあえず目の前の敵は片付けておきますか。でオクリンスでも行きたいんだけど、敵の見張り台はがっつり攻撃してくるタイプですね。なのであれば何か隊で行けるかな。とりあえずここ落としたいかな。さっさとここさえ落としておけばある程度戦いやすくなりますよね。あちらですわね。でこっちの左側からも行けるけど、ここはやっぱりバリケードがあるんだ。そしたらね、ここのミディアム隊に一旦プリムを配置しておきましょうか。プリムどこにいる。これか。仲間を探すのも一苦労ですよね。仲間増えすぎなんだよな。とりあえず出しとこうか。後々出しそびれることがないように。一旦これで様子を見よう。早い。あれ、そっちから届くんだ。届くけど問題ないですね。倒してしまえる。そんで一旦ここに駐留して迎え撃ちますか。でこっちからも来てるんだな。ここも接敵したけど、相手シャーマンいるけど簡単に倒せましたね。これ短期でこっち行くの怖いんだよな。ぐるっと行けるけど、お力になります。とりあえず行きつつ、ちょっとジョセフをね、くっつけていった方がいい気がする。スタミナをさ、
管理するために。え、これは倒せないかな、この子たちじゃ。いや、なんとかなるかも。どこへ参りましょう。ちょっと待ち受けますか、ここで。お前はこっちに向かってきてる。あ、大丈夫大丈夫。橋の方に来てくれましたね。撃破したわ。うん、しばらくここで抑えていればいいんじゃないかな。向こうに行くな。誰に盾ついてると大物ですか、この程度。うん、一通り片付いたので、このまま見張り台。アローレインが飛んでくる。大丈夫だよね、13ぐらいなら耐えられる。見張り台片付けて、あの石痕こっち来ないかな。と様子を見ますか。で、これ押さえとかなきゃな。お任せを、到着です。こっち向かってきましたね。誰に盾ついてるとお思いですか。動作もなかったわ。お望みのままにいたしますか。そしたらちょっと様子見で駐留しておこうか。どうせ敵の増援出てくるよね。我が武勇、この辺、この子たちはどんな感じでしょうか。まともに作戦考えてないんだけど。ファイターだけど力でねじ伏せる。え、当たるの。パリーは魔法は効かない。まだ来る魔法が。なんか魔法全然効きませんね。PP が足りなくて、多分パリー発動しなかったんだろうな。今 PP1 しかないからね。最初にアーテニストライクが出たらもうそれ以降パリー出ないんだ。であれば、これ場所変えるべきだよね。パリーができる子が前にいるべきだよね。どこへ参りましょう。これでちょっととどめを刺せない。剣を向かっていきますか。これで多少は変わるんじゃないかな。インペール、ハッシュ。力でねじ伏せる。全く同じだ。で、前衛は立つなら真ん中だな。プリムが被害を被ってるんで、それはそれで良くないですね。場所も変えよう。場所も変えようじゃないな。あれ、なんでその位置、あ、全5列とか関係ないのか、マジックミサイルは。適当に2体狙われてしまうんですね。これ以上進軍を許すな。迎撃態勢を取れ。なんだっけこれ。投石機が出てきましたね。攻撃される、カタパルトで。からうまく避けながら行かなきゃいけないかな。お任せください。ちょっとスピード上げようか。あ、これ範囲内の仲間。あれ、これって範囲内みんなスピード上げられるんだっけ。あ、範囲内の味方ユニットの移動速度、これファストエール2になってから強化されてるのかな。へえ、ブレイブスキルも強くなってるのか。これ倒せるよね。そんで、ちょっと念のため一旦駐留して、スタミナを回復しておきたいかな。こっちをなんとかしたいよな。何か、ここ狙われてるんだ。向かっていきましょう。ちなみに、投げる側もね、ダメージ受けるんで、投石機って。この範囲内にいたら。やべ、結構ダメージ受けるぞ。何か。誰、ハスカールがダメージ受けてる。まっすぐ投石機を狙っていっちゃった方が良さそうだな、これ。危ない危ない。なんでここで立ち止まったの。ちょっと待って。向かっていくか。大丈夫、避けたよね、今ね。石膏片付けつつ、妙にダメージ受けてるけど大丈夫。回復しといた方がいい気がする。感謝します。うん。そんで、また石膏いるかもしれないよね。間に合うか。たどり着けましたね。私が相手だ。じゃあここの投石機をいただいて、お任せを。さて次はこの辺、この辺のこのバリケード全部壊したいんだけど。オッケー。大力になります。そのままこっち側から攻めていきましょうか。向かいます。
なんかどっかにアイテムなかったっけ、今取ったんだっけ。待って、そこにまだ石膏いましたね、伏兵が。甘く見ないでくださいね。バリケード壊して、どこへでもひとっ飛びで駐留しとこうか。着きました。オッケーオッケー、片付けてもらって、こちらの勝ちです。カタパルトはどこまで届くかな。私めにお任せを。その程度か。まとめてやってしまってもいいけどな。まあ無理にこの舞台で戦う必要ないんだよな。それなら移動した方がいいかも。ジョセフでこっちと戦うのもあまりよろしくないので、こっちだな。かしこまりました。お力になります。こうしましょう。了解です。あ、そこの橋取られちゃった。来てたの。私の前に立つなんて向こう撃破したわ。なので右側は問題なさそうなので、もう左側を固めていきましょうかね。有効に使ってまいりましょう。巨人の天外、クレリック部隊を片付けて、スタミナまだ余裕あるよね。ここに駐留してちょっとスタミナを回復しますか。この子もね、スタミナちょっと回復しておいた方がいいと思うんだ。ギリギリ届くね。ナイスだ。行けます。接敵。オーニア片付けて。彼より役に立ってみ。一旦ここに駐留しておきますか。なんだこれは。なぜ遺跡の中に大勢の人が。みんな顔色が悪い。聞いていた流行り病のようね。応急処置はしておくわ。戦いが終わったらすぐに見ましょう。私も手伝うわ。力になれるかもしれない。今までに露覚したというか、加わった仲間がとても役に立っていくんですかね今後。出番がね、その時限りじゃないんだね。ここもやっていきますか。じゃあ一応見ていきます。たまには強。行動速度、攻撃力、ダウン全体にかかるからね。お願いします。デッドスピニングで気絶させて、ガードハント回復すれば行っておいで。攻撃必中、必中に必中入れてもしょうがねえな。オッケー、クレリックだけが残った。かっこいいなこの子たち。撃破しました。待って、そこまた調整しないとな。真理への手綱があるから攻撃は必中なんですよね。エリアルウィング効果は重複していたので防火サイトいらないな。歩兵系の味方を優先にしておけばいいか。これで良さそうですね。なので駐留してスタミナ回復していきますかね。ここはいただきます。ジョセフどうしようかな。ここから帰還することはできないんだよね。歩いていくしかないんだ。歩いていくしかないけど、別に無理に歩いていく必要ないんだよな。モニカもな、スタミナ回復してあげなきゃな。そのために行こうか。なんなら、なんなりと。バイタライズでモニカのスタミナを回復しよう。お任せください。私めにで向かってくる敵はジョセフで蹴散らせるでしょう。私が相手だ。解放軍に勝利を。そんでプラウタイもスタミナ溜まりましたんで、まっすぐ向かっていきつつ、モニカ隊はここ、モニカ隊じゃないや、モニカ隊ここに駐留してもらおうかな。ミディアム隊はご命令を。で端から見張り台に移動しよう。知らせて差し上げますわ。こっち側もなんとかおびき寄せたんよな。あれ誰が挑発持ってたっけ。今ここにいないな。オクリースか。全部倒す必要ってあるのかな、わかんないけど。アトラクト2。範囲内の敵まとめて挑発できるようになったんだ。強っ。こっちに来てもらって、いつでもやれる。あとは時間が経つのを待ちますか。容赦しません。こっちの拠点も片付きましたね。レベル上がるんだね。
そんなに経験値もらえる？お力になります。向かいましょう。ここ押さえておきますか。待て、こっちにワイバーンが来るのは良くないな。動作もありません。大丈夫か、そのワイバーン。どうしよう、あいつどうしてくれようか。ご命令を。あー、こっちならやれるか。一旦この場に待機しててもらえればいいか。取りましたよ。オッケーオッケー。で、場所交代してこうしましょう。この程度。んで、最後にここに会話しに行きましょうかね。お任せを。あの奥のやつは無理に倒す必要ないっすね。どうなるかな、会話で。姉様、プリム、よもやお前が反乱軍にいるとはな。姉様お願い。待って、そこ左下にアイテムが落ちてるじゃん、よく見たら。今気づいた。姉様お願い、二人だけで話させて。いいだろう、来るがいい。あれ、これでクリアしちゃうかな。戻っていたんだな、プリム。姉様、私と来るんだ。この辺りは病がひどい。苦しむ人にはなおのこと、信仰の救いが必要となるわ。相変わらずか。だが一角獣が何をしてくれる。病の前では誰もが平等だ。王も教皇も死病を恐れる。信仰など何の役にも立たん。お前も見たはずだ、権威と秩序が失われたあの6年前のひどい有様を。姉様聞いて、死病の原因を調べていたら教会の人たちが見つけてくれたの。この近くにある遺跡の奥、そこにおびただしい数の特約やゼノイラ軍の武具があったって。ゼノイラが秘密裏に毒を作って辺りに撒いたか。うまく吹き込まれおって、反乱軍の剣伝だろう。そんな、調べてみればわかるはずよ。ついてくる気がないならすぐに立ち去れ。秩序を乱すようならお前も罰せねばならない。これはヒルダも操られているのかな、どうなんだろう。すごいな、あのスカートでまたがれるんだ、すごいね。行っちゃうのか。じゃあヒルダも結局倒さなきゃいけない感じか。引かされましたね。到着したぞ。一旦回復しておこうか。じゃあそしたらね、スピードをちょっと上げていきますか。で、位置的に奥ユースで取りに行った方がいいだろうな。私に任せろ。私を見ておけ。これをね、回収しておきたいんだ。ああ、行こう。待て、この、あ、大丈夫か。風勢の守り石、そんなに重要なアイテムじゃなさそうでした。愚かな、この勝利を天に捧げる。このまま戦ったら、そうなっちゃう。一回ちょっと戦闘は見てみようか、二人の。何かあるかな、イベント会話みたいな。反乱軍、英雄気取りで戦を起こし秩序を乱した罪、私が罰してやろう。姉様、戦いは避けられないの。プリムか、今さら語ることはない。妹とて容赦はしない。問答無用なんですね。意外と戦えるな。相手が飛んでても命中率が高いからね。防がれた、痛いな。ライトニングシェーカー、めちゃくちゃ痛いんだけど。ミディアムが落とされたんだが、普通に強いわ。お呼びでしょうか。誰で行こうかな。じゃあオクリースでちょっと向かってみようか。じゃあこれでも倒しきれないからな。経験値アップとかできれば入れていきたいですね。ファイヤーカースで炎上させて、炎上レベル1って書いてあるから、炎上重ね掛けってできるんですか。あんまり考えてなかったな。とりあえず後ろのクレリック倒したから、あとはどうとでもなるんじゃないか。ライトニングシェーカーってこれ AP2 つ消耗してるよ。
それほど強力な技なのか。当たりませんけど攻撃が。いいね。素晴らしい。リーザがすごい活躍してくれてる。回避アップ。なんで攻撃が効かないんだろうな。だいぶ削れました。このまま倒しちゃっていいかな。作戦時間が残り半分だ。了解。みんな頑張ってくれ。再びファイヤーカーズ炎上レベル1。これはどう許すわけにはいかない。当たらない。私としたことが清いすぎた。一時引かねばならんか。無事か。メディカルエイド。大して回復量じゃないんだよな。ないよりはいいか。ルカたち、あとは頼んだぞ姉様。白銀のトライデント。あ、武器スキルだったんだ。ライトニングシェイカー。敵一列に攻撃する。対象に気絶を付与する。制圧できました。殿下、こちらで最後になります。よし、敵将に降伏を勧告してくれ。ハレイン様、わかっている。彼女の処遇は話を聞いてからだ。最近アレインが戦場に出る機会があまりないんだよな。高みの見物もしてるんで。お前が反乱軍の指導者だな。好きな刑に処するがいい。だが一つだけ言わせろ。深刻な問題だ。聞こう。話してみるんだ。民衆に身の安全を通達し、直ちに交易路の封鎖を行え。戦を恐れて各地に逃げれば病も広がってしまう。殿下、やはり疫病の被害がひどいようです。報告通りゼノイラの爪痕は深いようだな。クロエ、彼女の言うように道の封鎖と通達を。はい。待てよ、俺も手伝う。爪痕、そんなでっち上げで人々を煽って混乱へ導くわけか。6年前、ドラケンガルド軍は5ヶ月もの間この地で侵攻を食い止めていた。そんな屈強な彼らがなぜゼノイラ軍に敗北を喫したのか。それは突如としてこの地に広まった死病のせいだ。まるでゼノイラ軍の侵攻を後押しするように広まった病で、そんな偶然があるだろうか。信じるものか。もういい、そんな話無駄だ。早く私を処刑するがいい。あれ、ヒルダは正気なんですかね。ヒルダ、部下が慕う有能な指揮官は敵としては厄介だ。あなたが死ぬまで戦うなら兵も最後まで抗うだろう。敵にしたままではこちらも困るな。だから解放軍に力を貸してほしい。ふざけるな。寝返れというのか。ゼノイラが気に食わなかろうが、今の私はゼノイラの兵だ。私が日和見では軍の秩序を失うこととなる。それも仕方のない答えだ。では処遇を決めよう。武装を解き、我が軍の監視下で病への対処を手伝ってもらおう。いいだろう。急がねば封鎖が意味をなさなくなる。秩序の守護者。何かカレナットスピア、見せ売りの武器ですよね。それで遺跡にいた病人を救護したおかげで解放軍の名声が高まったみたいだぜ。名声50ももらえるんだ。ありがたいな。ヒルダは？姉のヒルダが遺跡で調査を始めたそうです。一度姉に会いに行ってはもらえませんか。そんな簡単には仲間になってくれないんだ。とりあえずちょっと町の様子を見たいかな。墓守のブーツ。解放者の腕は？バニッシュチェイス。敵単体に追撃、対象のバフを全て解除する。
ああ、敵のバフをすべて解除する。必要あるかな、まあ、必要になる場合、機会はありそうだけど、今は必要ないな。なんで、綺麗な反射材がない。ここか。バレイン。うん、呼び止められましたけど。コフィルール廃墟近く。こいつを返してくれた礼を言いたくてな。ああ、解放軍で預かっていたが、竜もあなたでなければ暴れると聞いたからな。そうだったな。こいつは私にしか懐かない。プリム、お前の言う通り、確かにあったよ。この遺跡の奥に数々の実験の跡や証拠が。死病を振りまいたのはゼノイラで間違いなさそうだ。よかった、信じてくれたのね、姉様。お前たちがもしゼノイラを倒せたとしたら、この国をどうする？ドラケンガルドだけじゃない、この大陸のあるべき秩序を取り戻そう。そうか、秩序。ところでお前の部隊の編成はひどいものだ。戦術を考えるなら、もっと機動力を生かせる兵がいなければ。腕のいい竜騎兵が欲しくはないか？ああ、欲しい。そんなに有能なものがいるのなら、ぜひ仲間に加わってほしいよ、ヒルダ。仕方がないな、手を貸そう。ああ、加わりましたね。いや、ほんと仲間がガンガン増えてくな。ヒルダとプリムは一緒の編成にした方がいいのかな。あ、レイン、改めてよろしく頼む。姉様、私嬉しい。それにとても心強いです。プリム、妹とて鍛えるときは容赦しないぞ。昔思い出しますね。ヒルダが解放軍に加入した。ワイバンナイトは騎馬系に強い。グリフォンナイトより攻撃能力が高いのが特徴です。どうしようかな？どういう組み合わせで、編成していこうかな？あれ？これってもしかして、あ、違うな。試練じゃないの？また。試練というか、レベル上げ的なものかと思ったけど違うんだ。じゃあね、一旦今回はこの辺で終わりにして、また続きはね、次回やろうと思うんですけれども。次回はここですかね。もう一人の王子。でっかい巨人みたいな女の人がまた出てくるのかなというのをちょっと期待しているんですけれども。まあ、また次回ね、そちらを確認していきたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。ではまた。